切れてるねと言われたくないですか。キレのある動きとはということについてお話ししたいと思います。急に止まれて急に違う方向に動ける人、そんな動作をできる人を私はキレのある動きだねと言われている人だと思います。特にサッカーはそう思います。急に止まれるとこっから上の重さ、だいたい20キロから40キロぐらいまであると言われていますが、急に止まれた時にこっから上の重さを支える筋肉がないと急に止まれなくて上半身が倒れてしまいます。そして違う方向に行く時にはこれを立て直さなきゃいけないので、キレのある選手は急に止まれてこっから上の重さをしっかり止められるので違う方向に急に動けます。ですのでキレがあるね、そういう動きができるんだと思います。そのために当院で私が指導していることは、この体幹と言われるこっから上の部分、この筋肉たちを柔らかくして強くすること、そしてこっから下の土台になる股関節、膝まで行く筋肉たちを柔らかくし強くすることをします。膝や股関節が逆に痛くなったり疲れがたまりやすい人は、こっから上の重さを支えるこの体幹の筋肉が弱かったり硬かったりしていると私は思っています。ですので膝や股関節、足首もそうですが、なかなか痛みが取れないで、ここから上の重さのこの体幹周りのことを何もしてないようでしたら、当院私はあなたに何かしらお力になれるアドバイスができると思います。もちろん通ってくれているあなたはこの体幹、ここから上の重さを支えられる筋肉をつけることをそのまま続けてください。忘れてる方は今からでも遅くありません。やってください。一番大事なことは続けることです。追求チャンネルの動画を見逃したくないあなたはチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録はこちら